ヘム。ヘム、英語、米語、ドイツ語は、二価の鉄原子と、ポルフィリンからなる作体である。通常、二価の鉄と、ナイン型プロトポルフィリンからなるプロトヘムであるフェロヘムのことを指すことが多い。ヘモグロビン、ミオグロビン、ミトコンドリアの電子伝達系、シトクロム、薬物代謝酵素、P450、カタラーゼ、一酸化窒素合成酵素、 ペルオキシガーゼなどのヘムタンパク質の補欠分子属とて構成する。ヘモグロビンはヘムとグロビンからなる。ヘムの鉄原子が酸素分子と結合することでヘモグロビンは酸素を運搬している。フェリーヘムやヘモクロム、ヘミン、ヘマチンなどその他のポルフィリンの鉄錯体もヘムと総称されることもある。ヘムは以下のように8段階の反応によって生構成される。 ポルフィリンとヘムの生合成の立足酵素は、グリシンとスクシニル COA が、デルタアミノレブリン酸へ縮合することを媒介する、アミノレブリン酸シンターゼ、アミノレブリン酸合成酵素、ミノルルウィニックアシュットシンターゼ、である。アミノレブリン酸シンターゼは、ミトコンドリア内に所在する、M 合成の第一段階の反応である。人においては、 アミノレブリン酸シンターゼの転写は、鉄と結合していないポルフィリン中間体の蓄積を防ぐために、ポルフィリンとの結合要素である FE2 の存在の有無によって厳密に管理されいる。体内には2種類のアミノレブリン酸シンターゼが存在する。一つは赤血球線具細胞で発現し、もう一つは全身で発現するものである。赤血球の形成は、 X 染色体上の遺伝子に記述されているが、もう一つは3染色体の遺伝子上に記述されている。X 染色体に関連した鉄が急性貧血は X 染色体上のアミノレブリン酸シンターゼの遺伝の変異によって起こるが、もう一つの遺伝子の変異は何の疾患も発生させない。ミトコンドリアから細胞質に越したデルタ。 アミノレブリン酸2分子が細胞質に所在する、アミノレブリン酸脱水酵素によって、脱水縮合されると、ピロール間構造を持つポルフォビリノーゲン、PBG トル。細胞質において、ポルフォビリノーゲン4分子が、ポルフォビリノーゲン脱アミノ酵素、別名、ヒドルキシメチルビラン合成酵素によって、アンモニアを脱離して結合すると、ピロールが4つ直線上に連結した構造を持つ。 ヒドルキシメチルビランができる。ヘム合成回路において、細胞質において、ヒドルキシメチルビランが、ウロポルフィリノーゲン EE シンタージェによって縮合し、管を巻くと、ウロポルフィリノーゲン EE となる。この際、ウロポルフィリノーゲン EE シンタージェの働きにより4つのピロール管が整然と並んだ、ヒドルキシメチルビランの一旦のピロール管一つだけが、反転して縮合し管を形成する。 ウロポルフィリ農ゲ EE シンターゼが働かない場合、ピロール管が整然と並んだままの、ヒドルキシメチルビランが自発的に縮み管して、ウロポルフィリノーゲン I が生成する。ウロポルフィリノーゲン I は、ウロポルフィリノーゲン脱炭酸酵素の基質となり、コプロポルフィリノーゲン I へと変換されるが、これはコプロポルフィリノーゲン酸化酵素の基質とならないため、プロトポルフィリンには至らない。 このように、ウロポルフィリノーゲン I やコプロポルフィリノーゲン I が蓄積していくことが、ポルフィリン症の原因の一つとなりうる。細胞質において、ウロポルフィリノーゲン e が、ウロポルフィリノーゲン脱炭酸酵素によって4つの酢酸元が脱炭酸されて、メチル元となったものが、コプロポルフィリノーゲン e である。さらに、 細胞質に所在したコプロポルフィリノーゲ EE がミトコンドリア内に移行し、コプロポルフィリノーゲン酸化酵素によって2箇所のプロピオン酸元が酸化され、ビニル元に変換されるとプロトポルフィリ農源9となる。最終的にプロトポルフィリノーゲン酸化酵素によって酸化されると、協約したポルフィリン管が形成され、プロトポルフィリン9が出来上がる。 鉄負荷酵素により、プロトポルフィリン9に鉄が配位したものがヘムである。この反応は、ミトコンドリア内で進む。ミトコンドリア内で生成されたヘムは、細胞質に出て対応するアポタンパク質と決して、ヘムタンパク質となる。ヘムの分解は、脾臓中のマクルファージによって開始される。このマクルファージは、循環中の、古くなったり損傷を受けた赤血球を取り除く。 最初の段階で、ヘムは、ヘムオキシゲナーゼ、HMAX により、ビリベルジンに分解される。ナトフが、還元剤として使われ、酸素分子が反応に加わり、一酸化炭素、COO が生成され、鉄が、E 以下のイオン、FE として、ポルフィリン管から解放される。ユーリエムは、使用性の鉄化合物であることから、活性酸素生成を促進して、 細胞障害を悪化させる。例えば、ヘムを含むミオグロビンは、辻座滅や強い圧迫を受けた筋肉が解放されると、カリウム、乳酸などとともに大量に流れ出し、クラッシュ症候群を引き起こし、急性腎不全を引き起こす。ミオグロビンやヘモグロビンのヘム色素は、急性尿細管炎症を引き起こし腎不全の原因となる。ヘム分解は、 DNA や脂質を損傷させる有害な酸化ストレスを速やかに解消するための反応で種の保存のために進化の過程で獲得されたものと考えられる。つまり細胞が有利したヘムにより発生したフリーラジカルにさらされるとヘムを分解代謝するヘムオキシゲナーゼ1が極めて速やかに導入されることとなる数ズ3章その理由は細胞は有利ヘムによる 酸化ストレスを迅速に解消するために、ヘムを分解する能力を指数的に増加させなければならないからである。これは、有利、ヘムによる悪影響を迅速に回避するための細胞の自衛反応であろう。二番目の反応として、ビレベル人が、ビレベル人還元酵素 BVR により、ビリルビンに還元される。ビリルビンは、結晶中のアルブミンである。 タンパク質と結合して肝臓に運ばれる。肝臓ではビリルビンがグルクロン酸と結合してより水に溶けやすいものとなる。この反応は UDP グルクロン酸定位酵素によって媒介される。この形のビリルビンは肝臓から単汁として分泌される。腸内細菌はジグルクロン酸ビリルビンのグルクロン酸を外し、さらにビリルビンをウロビリゲンへと還元させる。 ある程度のウロビリ農ンは、小腸に吸収され、体内で抗酸化作用を示し、酸化されると黄色のウロビリンに変化し、腎臓に運ばれ、尿として排泄される。大半のウロビリ農ンは、大腸を経て、ウロビリ農ンの両端のピロール感が還元されて、無色のステルコビリ農ンが生成され、さらに、ステルコビリ農ンが酸化されて、分子中央のメチレンが二重結合化して強約して、 大便の茶色の元となるステルコビリンが生成されて、大便と共に排泄される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。